若い男の肖像、美術史美術館、自ら救い出された、幼いモーゼ。ルーブル美術館、ニコロデ・ッラバーテは、イタリアの画家で、室内装飾家。イタリアルネサンスをフランスに紹介した、フォンテーヌ・ブロー派の一人。モデナで彫刻家の息子として生まれた。モデナの彫刻工房で修行し、フェラーラ派のガロファロやドッソドッシの影響を受けた。 当時の現代風俗や神話を主題とした長いフリーズを得意とし、パラッツォデイ・ベカリー、スカンディアーノの、ボイアールド博のロッカの室内装飾、ソラーニアのロッカデイ・メリルピの室内装飾などの作品がある。1547年、ボローニャに移り住み、コレッジョやパルミジャニーノの影響で作風が変化した。ボローニャでの彼の作品の多くは、精巧な風景や、 類型的な貴族の狩猟や民んの光景が主題で、しばしば神話的物語を並行して扱った。この頃彼は、パラッツォ・パジーの室内装飾も手掛け、モデナ近郊のサスオーロの公尺宮殿では、クルエル・オルランドを題材にした一連のフレスコ画を制作した。1552年に、フランスに移り、フランチェスコ・プリマティッチオの下で、フォンテーヌ・ブロー宮殿の室内装飾チームの 一員として働くようになった。フランスに移って2年弱はアンヌ・ド・モンモランシーを記念した装飾の図面を描いた。パリではプリマティッチオの設計に基づきホテルでギリーズの礼拝堂の天井のフレスコ画を描いた。また個人的に依頼されて神話的主題の風景画の商品をいくつか描いている。彼の作品の多くは 当時の芸術家がしばしば見過ごしていた芸術の機能を反映している。それは、宮廷で開催される祝宴の際に短期間だけ飾られる装飾である。例えば1571年、シャルル旧姓とエリザベート・ドートリッシュの結婚後のパリ入場式の装飾などを手掛けた。デル・ダバーテは同年フランスで亡くなった。デル・ダバーテは、 神話的物語を含む風景画でよく知られており、クロード・ロランやニコラプッサンに影響を与えた。そのフレスコ画の多くは現存していないが、ルーブル美術館には彼の絵画のコレクションがある。ありがとうございます。